鹿島マ聖一鹿島マ一七7月1日から1947年2月6日は、大正から昭和時代前期の土木工学者、実業家、政治家、貴族院直選議員。旧森岡藩士、笠井春康氏、末の長男として、岩手県岩手郡上田村に生まれる。翌年父、晴康氏が死去し、家族は二王、村あざした代母の実家伊豆淵家に引き取られる。 1899年東京帝国大学校科、大学土木工学科を卒業し、低新省鉄道産業局に出資する。同年、鹿島組組長の鹿島岩造の長女と結婚し、養子師となり、鹿島組副組長に就任する。1912年養父の岩造の死去により、37歳にして3代目鹿島組組長となり、1930年、 鹿島組を株式会社に改祖し、初代社長に就任した。1938年会長となる。この間、東京商工会議所議員、東京土木建築業組合会長などを歴任した。事業では特に鉄道及び水力開発に尽力し、中でも1918年に着工し、1933年に貫通した世紀の難航時と称された東海道線。 丹那トンネルの工事では、菅原常美が社長を務める鉄道工業と共に請け負い、これを完成させた。当時、鹿島組にとって社運をかけた事業であり、二社のトップは、同郷で大学の同級生でもあった。昭和に入ってからは、建設業界の社会的活動に関与し、1928年日本土木請け負い業者連合会会長に就任すると、入札や、 契約保証金制度の撤廃、返務契約の是正、営業税の開廃、請負い業者の衆議院非選挙権の獲得などに尽力した。1940年土木工業協会理事長、戦後は1946年度木学会第34代会長を務めた。同年8月、貴族院議員に直選され、在任中に死去した。ありがとうございます。